フリップダービー優勝時のエドワード七世本校では、エドワード七世と競馬について述べる。イギリス国王エドワード七世は、皇太子の頃から競馬に熱中した。競争馬の生産、所有に打ち込み、競馬を統括するイギリス競馬界へも影響力を、行使した。特に競争馬の馬種と生産者して、領跡を残し、歴代のイギリス王のうち唯一、国王としてダービーに優勝し、 1900年には前衛馬主チャンピオン、生産者チャンピオンになった。歴代の王族のうち、競馬でエドワードほどの成功を収めた者はいなかった。1862年にアスコット競馬場でプリンスオブウェールズ・ステークスが創設されたが、これは当時のプリンスオブウェールズであるエドワードの称号を冠したものだった。エドワードは大学時代の学友であるヘンリー・チャップリンの会員に、 なった,ただし、母のビクトリア女王の不況を買うことを避けるため、馬は他人の名義で走らせた。自身の名義で復職登録をしたのは1875年が、初めてで実際にその復職で出走させたのは1877年になってからだった。ダービー優勝直後のパーシモーンと交代しエドワード。エドワードは、 イギリス中の主要な競馬開催には顔を出した。春のニューマーケット競馬場、エプソム、それが終わると6月のアスコット、7月のニューマーケット、8月のグッドウッドと足を運んだ。イギリス南部の海に面したグッドウッドの競馬の後は、海辺でヨットに打ち込んだ。母のビクトリアは皇太子をたしなめたが、エドワードは聞き入れなかった。ある時、ロシア大使がエドワードに、 競馬場へ行くには、どのような服装が良いのか尋ねた。エドワードはこう答えた。ニューマーケット競馬場に行くなら、モーニングに山工房だ。だが、エプソム競馬場のダービーなら、シルクハットでなければならない。エドワードは、はじめのうちはアマを障害船に出走させることで、満足していたが、やがて自ら競争場生産を行うため、1885年に、 サンドリンガムに牧場を開設した。エドワードが生産した競争馬のうち最初に一流の活躍をしたのは1893年生まれのヒンバタイスで1896年4月2000ギニーを勝ち、エドワードに最初のクラシック競争勝ちをもたらした。さらにこの年の6月、エドワードの生産したボバ、パーシュモンがダービーをレコード勝ちした。 王族のダービー制覇は1822年のヨーク公フレデリック以来74年ぶりでこの勝利はイギリス王室の人気も大いに高めたこのレースの模様は3年前に実用化されたばかりのキネトスコープで録画されておりその日の夜からそのフィルムがカンタベリーミュージックホールやアルハンブラ劇場で24時間上映された観客は動画を見終わると交代し万歳。 と叫んで規制を上げた。このフィルムは当時の人気コンテンツとなって次々と各地で上映された。年末にはオーストラリアにフィルムが送られて上映され、年が明けて1月にはニュージーランドで公開された。皇太子のダービー優勝という俗歌も作られ、これを表した本も人気を博した。翌年、パーシモンはコバ最高峰のゴールドカップも勝ったが、 王族の優勝は1821年に優勝した王帝時代のウィリアム4世以来だった。パーシモンはエドワードのサンドリンガム牧場でタネボバになると1902年、1906年、1908年、1912年の4回、イギリスのタネボバチャンピオンとなった。エミール・アダムによるダイヤモンド・ジュビリーの肖像画。 タイスとパーシモンを生産した翌年1894年にサンドリンガム牧場で生まれたアンブッシュは1900年にイギリス最大の障害競争グランドナショナルに勝ち、このレース史上初めての王族の優勝となった。この年にはパーシモンの前後等とのダイヤモンドジュビリーが2000ギニー、ダービー、セントレジャーを勝って三冠馬となった。王族として冠馬のとなったのは2014年までで、 これが唯一の例である。この1900年の競馬シーズンが終わってみると、エドワードが生産者、馬主として稼いだ。賞金額はイギリスの全馬主の中で主位であり、エドワードは1900年の馬主チャンピオン、生産者チャンピオンとなった。エドワードはドイツからエミール・アダムという画家を呼び寄せ、パーシモン、アンブッシュ、ダイヤモンド・ジュビリーの肖像画を描かせた。なお、 ダイヤモンド・ジュビリーという場名は、この馬の誕生した1897年が、母のビクトリアの在位60周年の年であったため、これにちなんで、アレクサンドラ妃が命名したものである。アレクサンドラ妃もイギリス競馬に名を残しており、結婚後間もない1865年に、アレクサンドラプレートという競争を創設し、アレクサンドラが毎年の賞金を貸しした。この競は、 今でも続いており、毎年6月の王室競馬ロイヤルアスコット開催で行われていて、2014年現在イギリスの平地競争では最長距離の競争となっている。バッシュチャンピオンに輝いた1900年が終わり、年が明けると1901年の1月に母ビクトリアが死去した。エドワードは退官して国王となったが、競馬との関わりはその後も続き、 グッドウッド競馬場の夏開催、グロリアス・グッドウッドとその後のパーティーには常に顔を出した。この開催を表現するのによく用いられる、映画ンパーティーウィズレーシングタクトオンというフレーズは、エドワード7世によるものである。1903年のある日、エドワード7世は、ニューマーケットで、朝の散歩をしている途中で、調教師のジョン・ポーターに声をかけられた。ポーターは当時、 ダービー7章、手掛けた参冠馬は3頭という名調教師で、エドワード7世自身も皇太子時代に初めて馬を持って、以来、17頭の面倒を見てもらった人物である。ポーター調教師は、自身が本拠地を置く、ニューベリーに新しい競馬場を作ろうとしていたが、ジョッキークラブの許可が得られなかった。というのも、当時のイギリスでは各地に競馬場が乱立し、 軽質な運営から不正や犯罪の温床となっていて、ジョッキークラブは新設競馬場を一切認めていなかったのである。エドワード7世は、ポーター調教師のために国王としてジョッキークラブに掛け合い、特別に新設競馬場設置の許可を引き出した。こうしてできたのが、ニューベリー競馬場で、ウィンザー城からも近いニューベリー競馬場は、王室所有のアスコット競馬場に次いで、 イギリス王室にゆかりのある競馬場となっている。国王になってから馬主としてのピークが来るのは1909年で、前年に借り受けたミノルが2000ギニーを勝ち、国王になってから初めてのクラシック制覇となった。もちろん歴代国王の中でも現役の王がクラシック競争の優勝馬主となるのは初めてだった。ダービー優勝直後のミノルとエドワード7世。エドワード7世に、 手渡されるる瞬間を描いていて紫地に金の触手黄色の袖、黒帽子の王室の服飾も確認できる。ミノルはダービーに出走し、最終コーナーから進出して、ルビエとニハロンに渡る叩き合いの末、全く並んでゴールした。当時は写真判定がなく、ゴールは目視で判定された。審判が王族を特別扱いして、 不当に有利な判定をしたと阻止られることを回避するために、イギリス競馬界では、伝統的に王族の馬が接戦でゴールした場合には、王室に不利な判定を下すことになっていた。しかし、判定が決するまで長い時間がかかった末、担当者でミノルの優勝と発表された。ダービーでの監修に従って、優勝馬のオーナーであるエドワード7世は、 貴賓席からゴール直後の走路に降り立ち、ミノルの手綱を取った。観客の興奮はピークに達し、何千人もの観客が国王と優勝馬を近くで、見ようと取り囲み、警官隊が必死でこれを押し戻した。王室を称える、人々の熱狂の渦に取り巻かれて、エドワード7世は少し怯えたようにさえ見えた、と当時の新聞に書かれている。 国王夫妻らを乗せた列車がロンドン駅に戻ってくると歓喜に湧く大観衆が出迎えた。現役国王がダービーを制するのは史上初で、この勝利は王室の人気を大いに高めたとされている。第9代レスター男爵は1957年に出版したサラブレッドの世界の中で、この勝利はおそらく競馬の歴史の中でも最も有名なものと紹介している。 ミノルは、翌1910年も走ったが、5月にエドワード7世が、死去して、馬所登録が執行したために引退した。エドワード7世が、皇太子ジョージと最後に交わした会話もエドワード7世の、持ち馬が競馬で勝ったことに関する話題だった。1926年には、アスコット競馬場で行われていた、アスコットダービーという競争がエドワード7世を、記念して、 キングエドワード7世イステークスに解消された。大レースの勝ち倉やバッシュチャンピオンになったこと、ダービー3勝し、そのうち1勝は、国王としての唯一の勝利で、クラシック8勝、約200年の間に15頭しかいない三冠馬のうち1頭を、生産、チャンピオンシュボバを生産、などの点で、歴代の王族で、エドワードに被験し得る者はいない。長年積み重ねた、 勝利数では、エリザベス2世が馬主として400勝以上を挙げている。1863年に、ハーミットで、イギリスダービー優勝1883年に、セントブレイズで、イギリスダービー優勝。ニューマーケット競馬場には、伝統的に、観客席はなく、上流階級の観客は、馬場から競馬を観戦するのが習わしだったので、乗馬用の山工房。 エプソム競馬場には貴品席があるので上流階級にふさわしいシルクハットということになる。王族が牧場を開くのはこれが初めてではなく16世紀に開設されたハンプトンコート牧場が伝統的に王室牧場だった。エドワードの祖父にあたるウィリアム4世が牧場を縮小し、エドワードの母ビクトリアが牧場を閉鎖した。しかし、ビクトリアの夫、 アルバートの働きかけで、ビクトリアは後にハンプトンコート牧場を再興している。ハンプトンコートは、ロンドンから、すぐの場所にあったが、サンドリンガムは、ロンドンから1 0 0トル以上離れていて、むしろ、ニューマーケット競馬場に近い。バンプルー、P56 によれば1886年。後に、エリザベス2世は、女王として2度、バッシュチャンピオンになっている。オンド、 コモン、フライングフォックス。ヒンバのラフレッシュを数に含めると4頭。たまたま、エリザベス2世の誕生日が、ニューベリー競馬場の開催日に当たることから、エリザベス女王はしばしば、ニューベリー競馬場で誕生日を迎えている。また、エリザベス2世が馬主として1974年の戦、ギニーとオークスを勝った、ハイクレアの名は、ニューベリー近郊のハイクレアという地名から取られている。 現在日本の競馬では競争馬の貸し借りは禁止されているが、昔の日本や諸外国では普通に行われている。貸し借りには様々な条件が付与されるが、例えば競争馬としての権利は、カスが引退後の種ボバの権利は渡さないなど、ケースバイケースである。後に現役の王としてイギリスクラシックに勝るのは、ジョージ5世、ジョージ6世、エリザベス2世がいる。 ルビエアーズのカタカナ天気には様々なものがある。ルビエール、ルビエール、ルービエ、ルービエールなど。フランス風に読めばルービエよりになるし、英国風に読めばルビエーズよりになる。フランスの地名イエヌ、ルビエアーズのことだと考えれば、日本ではルビエと転記することが多い。ルビエアーズはイギリスサンバで、場所もイギリス人である。ルビエアーズはドイツで、 タネボバチャンピオンになったので、ドイツ風に読むと、ルービエーズのようになるし、ロシアへ売られていったので、ロシア風に読めば、ルビエースとなる。2014年現在で、唯一の例。ありがとうございます。